気持ちよすぎる。ほらほらほら。で待って、俺こんだけ敵止めてんのにさ、ちょっと待って、俺の後ろ、ちょっと待って、まあ、これでセンターはセントに守れてるから。ねえ、なんでこいつの拠点離れてさ、行ってんの。ちょっと待って、あいつ右のやつおかしいやろ。行くじゃん、オッケーオッケーオッケー。体入れる。で、ほら見て、味方、後ろ見てる。ははははは、どら、もう無理やってこれ。ははははは、笑っちゃいけない。ちょっと待って、お前はどこ守ってんの。俺、自立の後ろ守ってる、こいつ。はいどうも、チャンネルダルクです。というわけで、今回は、ちょっと久々に、やばいロビーを見つけまして、まあ普通にまあ敵が下打ちとかね、味方が超ドセンパーンとかは、まあコールオブデューティーだと日常3時で今更じゃないですか。まあそれもね、正直どうかと思うんですけど、ただ今回紹介するやばロビーは、もうね、怒りを通り越して僕が爆笑しまくってるんですよね。逆に面白いレベルの味方さんで、いや本当にね、今回まあハードポイントなんですけど、まあぶっちゃけね、普段動画で、イモるなよってね、トークとかでよく私言うんですが、正直ね、拠点絡まんでいいんよ。そう、芋もちゃんと使い道あれば正義なんで、その代わり、芋ってでもいいからキル大量にしてくれたり、味方のね、拠点に入るのを支援してくれたら、それでもうバンバン罪なわけなんですよ。ただ今回のロビーは、僕がね、開幕敵リスで連続11連続キルして暴れてるのに、なぜか後ろの拠点が取られるっていう開幕でスタートし、その後自立で一生伏せてる芋る味方。最終的に拠点の乗り率が3秒、8秒、6秒というね、やばい味方の3連戦の試合となっております。もちろんキルはしておりません。あと、ちなみに言うと、味方は、一人が海外の YouTuber と、あと中国人がいましたね。海外勢しかおらへん。もう見るからにね、ちょっと面白い試合なんで、早速ね、ちょっと僕がアビ教官発狂してるのを見てね、笑っていってください。まあ、ちなみにこの動画はね、前回紹介した燃える銃のね、紹介でね、撮影したところのシーンなんですけど、まあ、それどころじゃない試合なんでね、早速こちら、本編、見ていってください。どうぞ。はい、では早速、クンサナーディストリクトで、これなんだ?ハードポイントか、やっていきたいと思います。で、そうですね、ここだったらセントリーが鬼刺さるんで、しっかりとね、まあ、UV とカウンター回しつつセントリーまでね、回していこうかなと思います。で、陣営はコルタックかー。コルタックだとこれ、あれだよね、ゴースト使えないよね。スペックグルだよね、ゴーストって。だから、3000はたいたスキンがね、たまに運ゲーで使えなくなるっていう。これ結構欠陥だよな。なんかこの陣営システムは正直なんか二次戦ぐらいでええ気がするわ。MW2 なんかそんなになんかこれ陣営意識してる人いないと思うからさ、キャンペーンとかのあれで。ね、いないでしょ、そのなんかキャンペーンのストーリー追って、みたいな。やってる人いないと思うから、そういったところなんか第二世界大戦の連合軍とか枢軸軍とかやったらわかるんけど、さすがに、ねえ、なんか、ゴーストスキン使えへんってなんかなっていう MW で。っていう形のちょっと文句はありますが、まあまあ3000のね、うちの1500円分ぐらい今損してるんで、早速、ちょっとね、武器スキンの方で、マイモドリングというか、楽しんでいこうかななんて思います。さあ、しっかりとキルさせていただいての、いるんで、ここ。まず、はい、素晴らしい。で、リロードと、いいよ。しっかりととりあえずキルエフェクト繋ぎたいんで、は?ブルールチャージやば。うわ!痛いのとリロードも入れつつ、はい、こう。はい、素晴らしい。敵からしたらこれ、なんであいつドリルチャージ食らってへんのって感じよね。当たり判定ドライなってんねーって感じだけど、はい、しっかり扉閉めつつ、はい、います。で、ここから顔出してくるやつを抜いといて、はい、はい、はい、素晴らしい。あ、飛ぶ、危ねえ。フラッシュ来てる。はい、目守る。はい、セムテックスも守る。来るなら来い。はい、お疲れ。いや、気持ちいい。気持ちよすぎる。ほら、ほら、ほら。で、待って、俺こんだけ敵止めてんのにさ、ちょっと待って。俺の後ろ、ちょっと待って。おかしい。あ、俺これ負けた。断言します。負けました、これ。見てください、これ。負けました。すいません、僕後ろの方全く見てなかったんですけど。おい、無理でしょ。これもうハードポイントしなくていい、これ。この動画俺ちょっとキル中で叩かないでね、マジで。無理だから、どう頑張っても、プロでも多分、無理やわ、これ。前行って俺ブロンズ出したね、ブロンズ。わかりますか、皆さん。連続10連続キルをしたんですよ、私。連続10連続キルして、で、UAV カウンターも一通り回しての、味方がね、拠点入らず、むしろ、俺が前線上がって後ろから抜かれるっていうね。いや、前から抜かれるやつはわかるんですよ。後ろですよ、皆さん。わかりますか?言ってること。俺が前で前線張って10人抜きしたのに、後ろから抜かれるんですよ。いや、どういうことっていう。味方は、どこを守ってるんっていう。せめてね、俺が前上がって、俺一人でね、前上がって、後ろ気にせず突破できないんだ。それはもう、ね、味方がちゃんと後ろ守ってくれてるんやなっていう。まあ、芋だけど、後ろはちゃんとね、やってくれてるんやら、じゃあ前線俺任せろってなるけど、後ろも見てへんかったからね。後ろも全部できたから、俺は何を守ればいいんやっていう。どこを見ればええんや状態だからさ、やばいよね。で、味方そこの建物見てくれてるから、俺ここ見る。投げ物来てるよ。待って、これどっちから来てんのこれ。味方さん絶対押さえてね。100% 押さえてね。俺絶対ここ見るから。いや、けど今回は大丈夫そう。今回はさすがに大丈夫そう。
味方はは待って。アシストしてくれたからいいけどさ。もうちょっと早めに頼むわ。待って、これやばそう。どっちが来る ?KV 組んで、角待ちしつつ、カモン。ほいよ。味方それ。味方じゃねえ、わーあ、あーあ、あー。もう終わってる。ほんまに、ほんまに終わってるこれ。マジで終わってる。だからほら見て、ジリスの方にさ、3人いるからね。1人湧きっぱ、湧いたばっかだけどさ。さすがにこれやべえわな。これ先手先手で常に取りつつ、中コントロールしないとやばいわ。ということで、先手先手で、わあ、味方抜かれてる。ほいよ。やるじゃん。うわ眩しい。なんだこれ。あ、光のエフェクトか。いや、炎エフェクトがさ、眩しすぎて。敵もスナイパー2人おるな、これ。フルチャージやべえ。クイックピックスあるからまだマシ。ほいよ。チャメリックス来てるけど、大丈夫。俺当たんない。最強なんで。さあ、エイムしてるんで、大丈夫ですよ。はい。で、5発あるんで、次からクレッツを抜きたい。うわぁ、俺死んだけど、とつる、これ。で、セントリーまで回す。パーフェクトムーブ。いいっすね。いや、めちゃくちゃ抑えてるけどさ、ほんまにこれやばいね。これ2分乗りとかせなあかんね。2分乗りでプラス多分、キルも50キルぐらいしないと勝てへん気がする、これ。で、セントリー壊されてるな。いや、これセントリーじゃなくて V トールとかで、全方向守れるキャラクターを持ってくればよかったな。で、後ろから来てるから、こう見て、で、そもそもこっち来るまでに、殺す。一人、マジ、もう一人逃げやがったな。あー、後ろから来たー。いやー、足音聞こえてたんやけどな、前は。とりあえず次っぽ取れる。いや、先手先手で取れてるで。めっちゃええ感じや。待って、これ先手セントリーがいける？先手セントリーがオンライン。俺死んでも OK。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。死んでも OK。俺のデス、ワンデスなんで軽い軽い軽い。その代わり、そこの拠点は取らせてほしい。まあ、これでセンターはセントリー守れてるから。ねえ、なんでこいつの拠点離れてさ、行ってんの？ちょ、待って、あいつ右のやつおかしいやろ。もうさ、目ついてへんやろ、これ。お前ら、人間じゃねえ。FPS をしてない。いや、FPS はしてるんか。けど、やり方を知らない。待って、後ろ来てる。いやー、ダメだ、振り返ったけど。いや、マジで終わってる、これ。ほんまに終わってる。見て、これ。0秒が3人おるって。こんな同性っていうの、これ断言する。負ける、絶対負ける。これ今、俺めちゃくちゃ成績いいから、なんとか持ち直してるけど、これ、たまたまディスポーンが、合ってるだけとか、UAV たまたま合ってるだけの、このブレインが刺さってるだけだから、ちょっとでも噛み合わんようになったら無理。こういう噛み合わへん時はね、立ち回り合わへんなって思ったらこうやって引いて、UAV 出したりとかね、カウンターしたりとかするんやけど、もう味方がスナイパー使ってるからさ、流れつかめへんのよね、これマジで。俺死ぬけど、体入れるわ。待って、一人抜くじゃん。これもう体入れるか。抜くじゃん。オッケーオッケーオッケー。体入れる。で、ほら見て、味方、後ろ見てる。ははははは、どら、もう無理やってこれ。笑ってから。おはははは、ちょっと待って。お前はどこ守ってんの？わ、俺、ジリスの後ろ守ってる、こいつ。ジリス、どうやって守んの？俺、教えてくれ。神様、どうやってジリスの後ろがこうやって湧いてくるの、敵が。待って、本当にさ、イモるのは別に悪じゃないんよ、FPS ゲームにおいて。ただ、そのイモり方やねんな。どこイモってるんっていう。マジで。正しい盛り方をして、この動画見てるユーザーは。俺、KD 取りたい。正直なんか、前出たくねえねんなーって、俺、使ってる武器遠距離とかやから、ちょっと、前出たくねえねえなって人は、ちゃんとね、敵のリスポーンを見てください。だいたいマップ見ればわかるから。そう、マップ見たら、赤点だとか、敵のリスポーン位置とかで、だいたい、どこにいるかっていうのがわかるから、敵がね。それで、リスポーンを把握して、動いてほしいなっていう。で、俺が対空背中やろ？俺、無理か、絶対勝てんから、こんなの。どないせいっちゅうねん、こんな。配球も俺がやって、で、拠点も全部入っておく、キルも全部俺がやって、キルストリークも全部俺がやるっていう。1v6 か何かですかっていう話なんですよね。で、後ろから来るし。もう味方後ろ見ときを攻めて頼むからさ、終わってるな、これ。で、次ポー意識いけるかな、これ、デスタ使う意味ないやろ。敵も多分足音聞いてる敵じゃないから、デスタ使う意味どこって感じやけど、まあ、だよな。敵も足音消してるもんな、それ。デスタ使ってる敵に対してこっちもデスタ使うと、わからんからな。一人は、で、行きたいよ。ナイス。で、クイックフィックスついてる。いや、けど味方拠点行ってくれてる。でかい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 。いや、誰かがピン立ててくれてんねんな。で、次ぽこっちやでっていう、教えてあげる。で、いた。これは、一人抜くじゃん。二人目来る？来てない。いいよ、味方、UAV 出してくれてる。かぶせるか。かぶせて UAV、オンライン。で、右から来てる。もう、どうせっていうね、これ。無理や。真正面から抜くしかない。あー抜けへんかった。この段階で終わりや。バレた、1バレ。思ったけど、こいつもスナイパーライフを。おい。はい、抜く。で、後ろから来てるんで、リロードしっかりとして、こいつだけ抜く。で、こいつ抜いたらここ。いやー、ダメだ。いやー、さすがにね、切り返しができてないね、これ。サブマシンガンをもうちょっと使いこなさないといけない剣について、抜かれてるから、これ左いるよね。どこ？そこ。オッケー！やっと取り返したよ。さあさあ、これで逆転ワンチャンありかもしれんけど、次ポイ行くか。味方、危ねー！
ジャンプ打ち。で、なんとかチンする。オッケー、クイックピックス出た。で、UAV と、はい、よいしょ、カウンターも出す。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、拠点乗ろう。で、やっと味方がこのロング見てくれてるから、幾分かマシやな。オッケー、オッケー。それでちょっとでも遅延してくれたり、味方キル宣伝は、せめてちょっとだけでもいいから遅延して。で、敵がその1体に対して時間かかって、リロードしてる時間でもええから、巻いてほしい。オッケー、でかいよ。めっちゃ点数いってるよ。こっちから来るな、後ろから来るから。はい、はい、はい、ナイス。まだ二人いってたー。こいつゴーストか。ゴーストわからん。けど次っぽ取るわ。次っぽを狙いに行きまーす。で、次っぽはちょっと、どうしよっかなー。まあ、とりあえずここフルで乗ってるからでかい。で、次っぽをこっちで抑えたいんです、僕は。はい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 。こうや。はい、これでパーフェクト。これで、はい、次っぽを乗れます。よーし、オッケー。あざす、あざす、あざす、あざす。はい、セントリーいいよ。これセントリーと二刀流で行くか。左からは俺全部やるわ。左からは俺全部やるから、味方、右頼んだ。そう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 。待って、こっち来るパターン。いやー、それスモークうまいな、こいつ使い方。てか、KV でそこ打ち負けるの、ちょっと俺反射神経落ちてるわ、今絶対。まあ、けど、脳筋突るしかねえな、これ。デッドサイレン使って足音バレない形で行きつつ、はい、KV 問答無料を、問答無料ってなんだ。来いよ。遅延回した。遅延回した。うわー、ダメか。めっちゃ人数おる、めっちゃ味方抜かれてる。俺は、ちょっとキルスト貯めるしかねえな。体、KV で行ってもええけど。あ、けど今回さ、このカスタムだからまだよかったよね。KV 持ってなかったら拠点にも入れへんかったから。よし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 。まあ、セントリーは何の役にも立たなかったけど、次でセンターやな。で、センターは結構厳しい。これ真正面の打ち合いになるから。これやべえな、マジで。でも深夜帯の敵っていうか味方ってマジで、味方悪いけど、ほんまにやばいやつしかおらんからな。これやって、見て、スタン、来る前に抜きたい。あー、それ飛ぶの？おー、それで飛ぶんか。いやけど拠点乗ってくれてる、でかーい。あざーす、あざーす、あざーす、あざーす。いや、これでやっと俺の立ち回りができる。そう、これで拠点乗ってくれてるから、こうやって、ね、立ち回って、拠点から来るやつをこうやって見て、抜けるんですよ。これでやっと ISO ヘムロックのね、力ができるわけですよね。はい、カモン。どっちか来る？いるね。後ろいるっぽいわ。弾が足んない。いや、味方スナイパー持ってないんだ。そこ抜いてほしいところあるけどな。うわ、どっから抜いてきた、こいつ。とりあえず、次ポは向こうになるけど、センターだけ抑えたい。うわ、こいつうまっ。腰打ちアップねー。ナイス。たまたまが出た。で、クイックピックスあるから、これも余裕シャクシャク。で、次ポ、行きますか。さあ、これ鬼突しますか？ KD 無視するしかねえな、こんなの。で、これは抜く。で、これで勝ち確。よっしゃー。9000スコア。いや、ほんとにひどい。見てこれ。3秒、8秒、6秒ですよ。ほんまにひどい、これ。で、キルもしてくれてへんからな。まあ、この2分乗りした人、まあ、2分乗りは、まあ、ありがたいけど、結構多分、どっちかがピン立ててくれたと思うよね。上の3人のどっちかが。そう、それが結構刺さってくれてありがたかったですね。はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。いや、まあ、何度も言うけど、まあ、たかがこれゲームなんでね、そんな熱くならずに、楽しくプレイするのが一番だと思うんですよ。別に周りの味方のね、迷惑とか考えずにナイファーしたかったらすればいいし、イモスナしたかったらすればいいんですけど、ただ、せっかくね、オブジェクト系やって同じ時間やるんであれば、やっぱキルが取れるね、立ち回りした方が、まあ両方とも楽しいと思うし、味方にも目かかんないからさ、まあそれが一番だと思います。まあ別に外役行為自体僕全然いいと思うんですよ。下打ちしようが途中抜けしようが、僕も全然途中抜けもするしね。そういう綺麗事だけじゃ、それはもう FPS ゲームなんでやっていけないっていうのはあるんですけど、さすがに今回の味方は一人とかだったら笑えるんだけど、さすがに3人4人とかは爆笑もんなんでね、ちょっと、動画としてね、面白おかしく紹介させていただきました。よかったらね、人の振り見て我が振り直せってことでもありますので、まあよかったらね、皆さんこちらの動画見てね、いろいろと、コメントいただけたらなと思います。ということで、まあこれからもですね、まあこんな形の動画いろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。